今日は、私トリガズというの視聴室に、アコースティックリバイブさんに来ていただきまして、ここのあるんですけれども3つの、オーディオアクセサリーを試して視聴してみることにしました。で空気録音もやりますのでぜひ、その音の違いというのをちょっと、試してみてもらいたいと思います。では、視聴に移る前に、まず僕の視聴室で使っているシステムについて簡単に説明します。でまず、入り口なんですけれども、デジタル音源を再生するストリーマーがブルーサウンドのノードというネットワークプレイヤーを使っています。でそこのデジタル出力を、ちょっと後ろに見えている小さいあれですね、コードの DA コンバーターを使って、アナログに戻してで、ベンチマークのプリとパワーのセパレートアンプで、鳴らしています。でスピーカーは、ちょっと後ろにも見えてるんですがB&W のマトリックス801シリーズ3っていうスピーカーを、フロントにも置いていて、そのフロント2チャンネルで、再生しています。でその再生している音源なんですが、ステレオサウンド、ハイレゾリファレンスチェックディスクっていうのがステレオサウンド社から発売されておりましてその音源を使って、録音しています。まず一番が、グラウンドコンディショナーの、RGC24K という商品で、分かりやすく言うと今ちょっと話題になっている仮想アースです。ですから、これアース端子だとかこれ RCA の、マイナスの端子とかに接続してでこれちょっとユニークなところはこのその製品の電源部のあたりの下、要は製品の下の下に引いて電源部あたりに置くとより効果があるという使い方をする製品なんですけれどもいずれにしてもなかなかアースの取りにくい家庭で家庭というか、集合住宅とかですねアースの取りにくい環境でも理想的なアースを取った状態に近づけて音質というより製品のそうですね、製品のポテンシャルを引き出すっていうようなアイテムかな。で実際うちでも、ステレオ再生用のプリアンプに、使って試してみたんですけれどもまず何て言うんでしょう、音が、すごく滑らかになる自然な感触っていうよりも広域が広域の滑らかさとか音のしなやかさそういう自然さが出てくるのがまず印象的で例えばピアノなんかだともう広域の方のパートのタッチとか叩いてるニュアンスとかもよく出るしでもうサックスなんかは息を吹き込んでる感じだとかもう強弱っていうそういうニュアンスがすごく豊かになる。
で、あの一つ一つの音が滑らかになる割にはちゃんと定位もしっかりしているんで、音場感も見通しがいいというか、なんていうかな、まあ、ステレオらしい左右の広がりと奥行きを感じる音場感が得られて、まあ、総じてなんていうんだろうな、いわゆる音がシャキシャキになるというか、一つ一つの音がくっきり浮かぶっていうよりは自然な聞こえ方、例えば、まあ、今回聴いていただくのは、まあ、ジャズのちょっと小編成のトリオ演奏なんですけれども、その演奏しているスタジオの空気感っていうのかな、一個一個の楽器の音が直接響くだけじゃなくて空間に広がって、なんか響きの余韻がきれいに出ている感じっていうのが仮想ハウス使ってあげるとすごく豊かに出る、そういうなんていうか音の質感がすごく自然に感じるっていうのは好ましいなと思いました。では次に聞くのがこの、ちょっとコンパクトな箱なんですが、超低周波発生装置 RR777 という商品で、いずれにしてもこの中に、まあ、超低周波をの電波を、発生させる装置っていうのが入っておりまして、その超低周波の電波っていうのがいわゆるシューマン波って呼ばれる、ちょっと難しい説明なので、ちょっとここでは簡単にというか大雑把にしか言えないんですけど、地球上にある地球自体の持っている固有の周波数といいますか、それがもう電離層までの間で常に電気的に言うと発信してるっていうか、そういう周波数の電波がそもそも地球上にはあるんですけれども、今いろんな電波がスマホの無線やら何やらのいろんな電波で、その地球上持ってる固有の電波っていうのがちょっと乱されていると。でそれを正しく本来地球から発生されている自然な電磁波というか超低周波を発生させるといろいろな効果があって、で特にオーディオで使うと音も良くなるっていう効果が確認されまして、結構長い間、まあ、ロングセラーといえるアイテムなんです。ついあまで口の悪い人というか、疑ってる、まあ、いわゆるオーディオオカルトなんていうカテゴリーで
まあ、出てくることもあるので、そういう意味で知っている方もいらっしゃると思いますし、僕自身もじゃあその、まあ、7点何ヘルツっていうものすごい低い、だから実際音が出てたとしても、耳に聞こえるような帯域じゃない超低周波なんですけれども、その電波があの人間にも作用するし、出てくる音にも作用するっていうところで、ちょっとその辺の科学的な理屈というか説明っていうのは僕自身もできないし、僕自身もちょっと半信半疑なところはあったんですけれども、まあ、とにかく試してみようということで、聞かせてもらいました。で、聞いた結果から言いますと、なるほど、確かにあの効果はあると思いました。で、まあ、その辺もうどこまで僕が感じたっていう、まさに僕自身の感想でしかないんですけれども、ちょっとね、疑わしいと思う人はちょっと空気録音の方でちょっと確かめてみてほしいとも思いますけれども、僕の感じとしては音にしなやかさが出るといいますか、なんかより実体感のあるこの辺りは本当アコースティックリバイブ製品に共通する良さとも思ったんですけど、音の自然さ、あとリアルな存在感、そういったものが出てくる。で、僕の感じとしても聞いてすぐはあれこれ大丈夫かなって心配になるぐらい違いが分かんないんですけど、曲がまあ聞いてもう 2,3 分経って曲が中盤ぐらいに入ってくると、なんかふっと音に違いが出てくる。だからやっぱり人間の耳に人間の感覚にもちょっと左右して、少し感度が人間の方の耳の感度が上がるっていうのもちょっと影響がある気がしました。で、まあ、そういうふうにちょっと耳が慣れてくるというか、時間が経ってくると曲のなんていうのかな、メロディーが豊かに響くっていうのかな、一個一個の音がちゃんと鳴っているだけじゃなくて、その和音になってハーモニーになって溶け合って、しかもそれが空間に響くみたいな、そういった一連の音の出方とか広がり方、そういったものがすごく綺麗に再現されるような感じがありました。だからピアノの低音のキーの低めの音でジャーンとかドーンっていう感じになってくる音なんかも、なんていうのかな、もうちゃんと重量感があって、しっかり空間に広がっていく感じ、そういったところがしっかりと出て、特にそうですね、ハーモニーが美しいっていうか、響きの余韻がすごく綺麗で、鳴った後のこのこう消えゆくところのこの辺のこの本当に弱いところの音の響いていく感じっていうのがすごく綺麗になるなと。だから不思議なもので、別に一応電源につないでおくんですけど、電波が出てるだけなんでオーディオ機器には全く接続されないっていうアクセサリーなんですけれども、でもなんか SN が上がったような、そういった効果もあって、音場の広がりとか、なんかそういうの音の変化っていうのは確かに感じました。だからちょっとね、そこを深く説明しようと思うと、ちょっと僕にも難しいというか、理解できてないところはあって、なかなかその辺あたり悩ましいところなんですけど、思った以上に効果があって、実は僕はちょっとこれはちょっと実際に買ってうちに置いてみたいなと思ったぐらいの効果は感じられました。Thank you.
じゃあ3つ目のアイテムは、まあ、いわゆるもうあのバイワイヤーアダプターという、アクセサリーでして、製品としてはもうこ の, あのアダプターだけで、普通のスピーカーケーブルをこうつないで、もしくはこうやってあのワイラグとかでかしめてつなげて、で余ったスピーカーケーブルはこちらに接続してあの2つに分けると、まあ、要するにあの1本のケーブルでを、2つに分けて、でそれがプラス用とマイナス用があるので、プラス側の、低域と広域で、マイナス側の低域と広域で、あの 一組のスピーカーケーブルだけで、バイワイヤー接続ができるっていうあのアダプター的なアクセサリーになります。で、まあ、あのバイワイヤーっていうのはもうあの手法としてはあの有名だとは思うんですけれども、要するにあの、スピーカー側に低域用と広域用っていう2つのスピーカー端子がある場合、あのジャンパー線とかあのもう付属でしているジャンパーピンっていうのでつながっていて一組のケーブルで挿すっていうのが、まあ、あの一般的な使い方ではあるんですけれども、そのジャンパーピンが実は決して音が良くないっていうのは、まあ、あのほどほどにあの知られている話でもあったりするして、でスピーカーケーブル短く切ってちゃんとジャンパー線にした方があの少なくとも多少はあの音質には効果があるなんていう話もあります。でもあのそれよりはというより、そもそもの問題として低域側っていうのはあのでかいウーファーがこう動くで電気を入れてこう動くわけですけど、こう戻った時に発電しちゃうんですね、スピーカーって。でウーファーみたいに大きいとこの、あの電あの、アンプからもらった電気で動いて、で戻ってくる時にこっちで発電しちゃって、発電した電気がアンプに返っていくんです。でアンプに返っていく、でアンプ側はそれあの受け止めるんですけど、その前に、ケーブルがあの1本のケーブルで低域も広域も低域と広域がこう1本でつながっていると、その発電されちゃったあの逆起電力っていうものが広域側に入っちゃって、広域のスピーカーの広域のユニットで、広域のユニットなんて小さいですから、もうそういうあのスピーカーで発電しちゃったなんていう、どちらかと、まあ、あのアンプから入ってくる信号に比べれば弱いんですけど、それも十分ツイーターには悪影響があって音が濁る。でだったらあのそうなる前にあのスピーカーケーブル2本にして、あのその低域の影響を広域に行かないようにしましょうっていうのが、あのバイワイヤーっていうあの接続 の, あの基本なんですけれども、まあ問題はあのそれなりにそれなりに高価なスピーカーケーブルをお使いの場合、同じものをもう1本もう1組揃えようっていうのはなかなか大変だと、あのコスト的にも大変だし、あの、まあ、ケーブル1本を引き回すだけでも大変なのに、それが2本ずつ左右で4本合計4本引き回すっていうのもまた大変だという話になった時に、あのこれを使って1本のケーブルがこう2本に分離するっていう、このアダプターを使えば、あの限りなくですね、あのバイワイヤー接続に限りなく近い効果があのこちらで得られるっていうことが、あの測定結果においても、あのこのアダプターを使うとちゃんと逆起電力が減衰された状態で、あの定義あの この定義側につないだから逆起電力が戻ってきちゃってっていうことがあの抑えられていますっていう、あの効果っていうか測定結果として出ている。だからあのもうバイワイヤーは、コスト的にもいろんな理由で使えないっていう人にとっても、これを使えばその、あのバイワイヤー接続に近い効果が得られるというアイテムで、あのでこの辺りのケーブルっていうのはこっちのケーブルをあのちょっとあらかじめ短く切って使えばいいので、そうすればケーブルの質があのこっちとこのケーブルの質が違ってあの音質が変わっちゃうとか、そういう心配もありませんので、あのちゃんとあのちょっとさあのそのためにネジを締めたり
って線をつないだりっていう作業は必要になるんですけれども、その辺の音質の劣化であるとか影響っていうのを抑えた仕組みになってますので、試してみるにしても使いやすいアダプターじゃないかなと思います。で実際に、シングルで、適当なスピーカーケーブル使ってジャンパー線にして、シングルワイヤーで、シングルワイヤーの状態で聞いた場合と、これを使ってバイワイヤー接続をして聞いた場合とで聞き比べたんですが、もうこれはもう本当に分かりやすく効果が分かります。でもう広域が必ずしもシングルワイヤーで広域が濁っちゃうとか、あからさまに広域が歪んでるとかっていう効果が出るわけじゃないんですけれども、バイワイヤーアダプターつないで聞いた後だと広域の鳴り方、もう音の何ですかね、情報量が増えるっていうか、もう音色も綺麗になるし、ピアノの音、ピアノの音のその音色の感触っていうのも変わってくるきますし、サックスが分かりやすいかな。サックスのその吹いた時のちょっと息吹き込んだ時のちょっとズルズルっていう感じの音を、サックスみたいな楽器だとちょっと引きずったような音がするんですけど、あの感じがすごく生々しく出るとか、すごく広域の描写も表現がすごく豊かになる。で確かに低域でなんかちょっと広域のアンプ、広域のユニットに影響あったんだなっていうのも分かるんですけど、逆に低域自体見ててもピアノのその低音パートの鳴り方とか含めて力強さとかもしっかり出るし、ちゃんとこうバイワイヤー、バイワイヤーですね、線を2つに分けて低域と広域のに信号を送るのをきちんと分離しているっていうメリットははっきり得られるので、これはスピーカー、特に高価なスピーカーをケーブルを使っていて、なかなかそれをね、これからさらにワンセット増やすのは厳しいと思っている人はぜひ試してほしいと思うし、特にスピーカー側にバイワイヤー用の2つの2つの端子がついているスピーカーをお使いでしたら、やっぱりバイワイヤー接続っていうのはやるのがまず第一っていうか基本かなとは思っていたし、実際音を聞いてみたら、やっぱこれはやった方がいいなというのは改めて思いました。
ではいよいよ最後は、今日聞いた3つのアイテムを、全て使って、視聴させていただきました。もちろんですが、やっぱり効果は歴然で、なんて言うんでしょうね、やっぱ音場の整い方っていうんですかね、音場の見通しがすごく良くて、もうピアノとサックスの位置関係であるとか、まあ、それぞれがもう盛り上がって吹いてる時、しっかり後半盛り上がってメロディーを叩いてる、弾いてる時の音のなんていうのかな、充実感というかエネルギー感っていうのもしっかりと出てくるし、まあ、とにかくもう定義が広域がっていう話よりも音楽としてのそのこの完成度っていうのかな、もう充実感というかそのあたりがすごく良くなって、もうかなりのクオリティアップっていう実感はありますね、ありました。でその一つ一つの理由っていうのは今まで個別に行ったところの広域が自然になるとか定位が明瞭になるとかっていう話が全部一つになって、もう音楽的な表現力が上がったというようなまとめ方になるわけですけども、やっぱりここきちんとここまでなんていうかな、例えば電源 の, アースの落とし方をきちんとやるとか、まあ、シューマッハはちょっとなかなかちょっとそういう理屈として言うのは難しいところなんですけれども、いずれにしてもちょっと電波の乱れというのか、そういったものを整える。でもちろんこれはもうオーディオっていうかバイワイヤーに対応したスピーカーではぜひやってほしい、接続バイワイヤー接続なので、そういったものをきちんとやったことでここまでクオリティが上がるんだなっていうのは、歴然とした違いがあるんで、なかなか空気録音でその違いっていうのが聞き取っていただけるかどうかっていうのはちょっと心配もあるんですけれども、きっとその違いに、ね、違いをちゃんと聞き取っていただけるんじゃないかなと思いました。
そうして、じゃあこの3つのアイテムがあって、まあなかなかあの3つとも全部いきなり買おうと思うとやっぱりそれなりのお値段になってしまうんで、あのまあどれか1つからあって、まあ、いずれか気になったもの1つかなって一つから始めるっていうのがあの基本だとは思うんですけれども、そう思った時やっぱり僕が思ったのは、あのまずはバイワイヤーを やって、まあ、これやっぱり基本中の基本なんで、これを やってあのスピーカーの鳴り方っていうのが明らかにしっかり鳴るようになるので、 そうするとこういったあのアイテムの効果っていうのもはっきり出るなっていうのは、あの3つ合わせて聞いた時の感想でもあったので、まずはバイワイヤーからあのバイワイヤーであの鳴らすっていうことをまずやって、そこから、まあ、あとはあのもう気に入ったもの、気になるアイテムがあれば足していくと、まあその音の違い効果っていうのもより分かるんじゃないかなと思います。